はい、ということでね、ジム後に肉を食おうのコーナーで、確かにやっぱね、タンパク質ゲーム良質な、良質なタンパク質ミッドナイト TV ということで、新宿のゴールドラッシュ、まあかなりね、ゴールドラッシュ有名というか人気です。出川哲朗が好きだというね、紹介しましたよ。初めてですね。それすごいね、意外だよね。意外かな。ハンバーグだって一番好きじゃん。ハンバーグめっちゃ好き。ラーメンよりもハンバーグ。こら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 、ラーメンよりもハンバーグ寿司カレー、みんなまで言うハンバーグガーまでつけてる。ラーメンよりもハンバーグが。どっちか何しんだろうね。何やねん顔。父ちゃんの顔やめろ。父ちゃんの時の顔やめろ。ソースをかけさせていただきます。ソースはね。もういいです。どういう意味で？もう良いです。良い。来ましたよ。ハンバーグ。なんで言われたの？振り切れなかった。すごく恥ずかしかった。100人は多分言っていた。危ない。はい。ありがとうございます。食べましょうか。でしょ。久しぶりに食うわ。本当。ハンバーガー別に食っていいし。ハンバーガー大丈夫。でも食ってなかった。何も食ってなかった。なんでや。うわ。このね。うまっ。うまいよな。なんか絶妙なペッパーなんだけど。マヨネーズも。マヨネーズマスタードとか入ってる。めっちゃ好きだもん。懐かしい。インディアン時代思い出した。ゴールドラッシュ。金掘り当てた時のあの感動が。あの感動。観光地としての。高いんだけど。それにワンポンド行ってる。これは確かに行ってる。こんな都内にあったなんて知らなかった。ね。渋谷とかにも。高いな。渋谷が古いとか。やばいな。うまっ。下味がしっかりしてる。まあ、すげえ染みるな。うん、めちゃくちゃ熱い。熱いこれ。うん。皆さんドライヤーをなんて言うたっけ。かっこいいね。かっこいいね。何食べてる。熱くないね。パパ目線で言ってほしかった。パパ感出したら引くやん。答えてくれへんやん。おいしいね。パパおいしい。食べや。なんででもそういう喋り方なんだろうな。別に子供はその喋り方せえへんのにな。ね、そう。優しい感じにしようとしてそうなの。ああ。優しいからそうなるの。こういうことか。優しく聞こえるの。やっぱ視聴者にもそういう風に喋りかけた方がいいかも。それはこれから。じゃがいも食べてるよーって。全部こうちゃんに言う時の喋り方。ちょっとエロいから。あ、そうなの。これからキッズに向けてやっていこう。そう。なんかね。ジャマルポンドなんで余裕だ。8ポンドぐらいだよ、8ポンド。ジェームズポンド。お。テレテレ。いやバキンって入れてくれてな。あ、めんどくさ。めんどくさ。うん。おいしそう。滴りがもう。そう、なんかこのジャンク感あるよね、これ。そう。高校生でニキビ出るぐらい油。ニキビできたことないけど、見てること。あら、ノビハンってやんか。ニキビハン、ノビハン。やんな最近言わへんな。知らんけど、めっちゃおもろいやん。これでいくか。やんな、知らんけど、めっちゃおもろいやん。関西の3つ、そうそう、確かに。そんな、ああ、いや、めっちゃおもろいやん。懐かしいな、確かに。チャルさんもこれで完了だね。いや、うまいっすね。うまい。チャルさん的に通いますか。お、すげえよ。通いませんか。お、通います。おお。いつの間にこういう番組に全然思んないやん。通いまっなあ、思んないな。そうだ、 CM 行けるか。てってんばい。はい、さよなら。雑食っただけだから。